はい、皆さん、こんにちは。しゃべりすぎゲーマーの、今週遊んだゲームのコーナーです。はい、ここからはですね、私、今井と、比べと、はい、鏡と真です。よろしくお願いします。で、今週遊んだゲームについて話していきたいと思います。まずは、鏡さんからですね。はい、はい。まあ今週、まあ、ギリ今週かな、ヒューマニティを全部クリアしまして。おクリアまでいったんだ。はい、いやこれはね、本当にね、かなりいいゲームでしたね。はい。おまあ、IGN ジャパンだと、笠井さんがレビューしてると思うんですけど、うん。これ、本当に、そうですね。結構面白くて。水口さんのゲームですね。そうですね。開発、販売がエンハンスドの、エンハンスの、まあ、っていう会社で、まあ、代表が水口さんですね。あ、制作は違うんだ。制作は違います。水口さんがプロデューサーみたいな形になって、そうですね、このゲームのアイデア面白いからって言って、うん、水口さんが多分いろいろ頑張って出させたっていうか、パブリッシュしたって感じ。あ、そうなんだ。開発は、あれですね、The LTD っていう、デザイナー、プログラマーの、集団だっていうふうに、本人たちでおっしゃってて、中村陽子さんって人は代表してると。基本的には、なんていうかな、広告とかをやってる人なんですね。うん、そうです。あと、コーネリアスとかの PV とか、ね。非ゲームクリエイターの作品なんで、うん、ちょっとそこは面白い羊。まさにそこが、まあ、言われたところでも言われてる通り、まあ、いわゆるその、あれですね、IQ、PS で昔出た IQ とかと近くて、まあ、画面とかの感じとかもすごく近くて、まあ、パズルゲームだしってことで。で、まあ、ゲーム自体は、やることは、犬になってですね、白い柴犬になって、群衆を導くというゲームでして、基本的に最初は倉庫版です。犬になって、その辺うろちょろして、矢印をこう、地面につけられるんですけど、その矢印の通りに人間が進むんで、チューチューロケット的な。そうそうそう。で、まあ、その人間を、まあ、叱るべき場所に、送り届けるっていうのが、基本ですね。はい。で、まあ、もちろん、チャレンジングなものもあって、ゴールディっていう、黄色い、光ってる人間がいて、これを入れると、まあ、チャレンジ達成ってことで、まあ、ちょっとチャレンジングなこともできる、要素がありますという感じでして。いやー、そう。で、ゲーム自体もそうですし、ストーリーとしては、まあ、ヒューマニティって名前の通り、人間、人間たるゆえんというか、すごいざっくりした抽象的な人類史みたいなのを、そうなんだ。たどらされるゲームで、まあ、そうですね。うん。ちょっとね、やっぱり壮大すぎて結構びっくりするみたいな感じもあるんですけど、なかなか、まあ、すごく大きなツイストが、びっくりするようなツイストがあるわけじゃないんですけど、まあ、割と、フレーバーとしては面白いって感じで。で、なおかつ、ストーリーとかフレーバーが、ステージと結構ちゃんと絡み合ってるっていうところが良くて、最初倉庫版だったのに、だんだんこう、RTS とかになったりとか、ジャンプアクションとかになったりとか、いや、本当なんか非ゲームクリエイターの作ったゲームとは思えないぐらい結構ゲームなんですよね。本当に。だまあ、そういう意味でも全然飽きさせない工夫が随所にあって、かなり面白いゲームでしたね。これはクリアまでで、じゃあ、いろいろとそのパズルの中に変化が起きて、うん、全部クリアするまではどれぐらいかかるんですか？何時間ぐらいかかったかな。20はかかってないと思いますね。あ、でも結構ボリュームありますね、でも。そうですね、90ステージぐらいあるんで。へ、はい。で、まあ、もちろん、ステージクリエイターっていう、よくあるあ、ね。そうだよね。モッド機能みたいなのもあるので、まあ、それやりだしてはきりないですけど、いや、まあ、でも結構、ボリューミーでしたね。あと、まあ、そうなんだ。そう。一個だけね、マジでわかんなくて攻略見ちゃいましたけど、それ以外は、まあ、うん、大丈夫です。それ以外もでも大丈夫っていうのは、まあ、ちょっとしばらく、積んでよく考えたら、ひらめくような感じですか？それとも、もうなんか割とすぐに、ああ、こういうことねって、わかっちゃうような感じ？まあまあ、ステージクリア自体は、ほぼ、すべてのユーザーがクリアできるぐらいの難易度だと思うんですよね。チャレンジ要素、まあ、ゴールディっていうのを集めると、かなり歯応えがあって、
まあ、僕はそこでたまに詰まったりしましたね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ、もっとやりたいっていう場合は、それを目指していけばよくて、クリアだけでいいっていうんだったら、かなり簡単にできちゃうっていう感じなんですね。うん、そうそうそう。まあね、なんか細かい部分、若干気になるところがなくはないんですけど、まあ、ゲームの仕様上、アンドゥーっていうのができないので、アンドゥーしたいなと思うときあったんですけど、もうやり直ししかない感じですか、その。そうなんですよね。まあまあ、でもまあ、そんな大きな歌詞ではないから、あれですけど、まあでも、基本的には、すごい、誰でも楽しめるパズルゲームなんじゃないかなって思いましたね。おぉ。うん。やってみたいけど、やらなきゃいけないものが多すぎる。だから、ビジュアル的な面白さはどうなんですか？それがなんか一番最初だったと思うけど。あ、それは結構、まあ、面白いには面白いと思いますね。なんかね、で、あとは、まあまあ、パッと見としても面白いし、ゲームとしても、まあ、理にかなってると言えるかどうかわかんないですけど、ただの倉庫版じゃないとこは、こうこのゲームって、群衆導いて、群衆が、ゴールに一定以上乗るとクリアなんですよ。で、一定以上乗って、なおかつ、なんですかね、なんて言えばいいんだろう、ずっと乗ってなきゃいけない、ずっと供給されてなきゃいけないんですよ、そのゴールの床に対して。途中で途切れちゃったりすると、そのカウントが戻っちゃうんですね。だから、で、しかもその群衆一個一個が多分これ、なんていうか、まあ、パラメータっていうか、ちゃんとそれぞれが動いて歩いてるんで、たまにはみ出したりとかするんですよ。で、はみ出して、別の床に乗って別のとこ行ったりするんですよ、その群衆が。で、それでなんか無理やり溶けたりとかするときがあって、そこが結構面白かったですね。ああ、はい、ごり押しで溶けちゃうみたいなこととか。そうそう。なんか何人かそっち行ったな、みたいな感じが あったりするのがね、面白かったですね。はい。これ音楽もやっぱ特徴的で、そこはさすがに、エンハンスが関わってそうな感じはしますけどね。みたいですね。やっぱどうやら人の肉声をたくさんサンプリングして作ったみたいで。あ、人間の声だけでできてるって。そうなんだ。うん。みたいなこと言ってて。で、まあ確かに音楽が特徴的ですね。うん、まあ結構耳に残る感じありましたね。うん、あとしかも群衆にフォーカスしてこうぐーっとこう視線寄せるとなんか喋ってるような感じとか聞こえたりするんですよね。わらわらやってるという。なるほど。うん。まあ、なるほど。変なゲームかと思いきや、かなり、丁寧に作られてるという。まあ、めちゃくちゃ評価も高いですもんね。そうそう。PS プラスで出てるんで、PS プラス入ってる人はぜひって感じですね。はい。うん、まあ、はい、ソニーっぽいですね、昔の。いや、非常にソニーっぽい。ソニーっぽさ感じるよね、確かに。うん、はい。じゃあ次は、黒部さんにお願いします。はい。僕はまだゼルダを続けています。これまでにもね、何回か喋ってましたけれども、これで僕50時間ぐらいやったので、うんうんうん、まだ全然クリアとかしてないですけど、なんか大体こうね、なんかこうまだ評価が定まってない感じだったので、大体こう、どれぐらい俺の中でいいゲームなのかっていうのはちょっと見えてきた、ところまではプレイできたのかなっていう気がするんですけど、うんうん、まあそうは言っても、メインダンジョンが4箇所あるじゃないですか。うん、50時間やってまだ1箇所しか行ってないんですよ。そんなもんですよね。いや、本当に。もうなんか、歩き回るだけで、気になるものがいろいろと出てきてっていうのも、ありふれた、その感想なんだけど、うん、本当にその日、2、3時間やって、終わって、こう、その寝る前にちょっとそのプレイしたものについて考えて、明日はここ行こう、あれやろうって思ってると、本当にね、そのやりたいことが、軽く10を超えちゃうんですよね。本当に。その中で、毎日ちょっとずつやってると、やっぱりなんていうのかな、毎日違うことをしてる気がすごくするんですよね。普通に祠を、攻略してる日もあれば、その地底に行って、そこでなんか素材を集めてる日もあれば、逆に空の上で何かのチャレンジを見つけてやってる日もあるし、うん、あとはその逆にその一気に竜の涙って言ったっけな、を集めて、うん、ストーリーについてちょっと詳しくなろうっていう日もあって、でもちゃんとそれぞれなんていうのかな、お互いに貢献してて、その地底でこれを集めたから、今度はより長く、そのバッテリーの持続時間が増えて、その作った乗り物で空を飛べるようになってとかっていうことで、あとやっぱその敵との戦闘にもすごい幅があって、なんか一個ウオトリという前作にも登場した村に海賊がやってくるようになって
ているんですが、そこでやっぱその海賊とどうやって戦うのかっていうのを、大量の敵と戦って初めてちょっとその工夫しなきゃ倒せないっていうところまで来て、逆にそいつらの大物にその弓矢で混乱させる花を放って、今度はそいつが仲間をこう一気に倒してくれたりとか、それからあれですね、煙岳っていうキノコをめちゃくちゃ使って背後からステルスをしてみたりとか、あるいはそのちょっと大きな乗り物を作って一気にそれで倒してみたりとかっていう感じで、もうなんか敵と戦うにしてもかなりできることが多くて、で何回ゲームオーバーになっても、うん、結構シビアで、なんかあとその海賊2体だけっていうところまで行っても、そこで死ぬとそのミッションは一番最初からやり直しになるんでえマジかよって、結構チェックポイントこのゲーム意外にシビアだなって思うことがまあまああるんですけど、その中でもやっぱその全く違った工夫で挑んでみると、なんていうのかな、もう一回同じことをやらされてる感じがそんなにしないっていう、このバトルでできる取れる手段の豊富さによってもやっぱすごく、なんていうのかな、リプレイ性が生まれてるなって思ったりとか、またやっぱ面白いところで、すでにやっぱ前作で訪れたことのあるロケーションに来ると、そこがどう変化しているというところを見てみたり、うん、一作目だと無人島でその全ての装備品を奪われて、そこでサバイバルみたいなものを試されてたんだけど、今回行ってみると、なんとその島の裏には穴がぽっかり開いていて、その中には海賊の基地があって、大きな海賊船があるとかっていうところで、結構やっぱその同じ場所に行ってもかなり冒険心をくすぐるようなロケーションに変わっていたりとか、まあ、あとその各フィールドの中にその洞窟を発見すると、その洞窟の中にもかなり大規模なアドベンチャーが待っていたりするという感じで、もう本当にそのやればやるほどメインストーリーそっちのけでなんかできることが増えていって、でそれをやることで新しい装備品とか、それからまあ祠をクリアしたりすると自分のハートが増えたりして、どんどんその強くなっていくっていう感じが、もうゲームプレイループとしてめちゃくちゃ高度に機能してるなっていう感じがして、まあやっぱやればやるほどすごいゲームなんだなっていう評価の軸はどんどん上がってくるような感じはありますね。うん、まあまあ一方でめちゃくちゃすごいゲームなんだけど、やっぱその俺はかなりやっぱ多分その見た目とかその雰囲気を超、その重視するタイプのプレイヤーなので、やっぱもう一回同じビジュアルで同じビル、舞台とか同じ敵とかを登場させてることに対する飽きは正直言ってありますね。なるほど。なんかその夜フィールドを歩き回ってる時に急に骸骨みたいな敵が来て、その骸骨の頭をまで倒さないと復活しなくなるっていうところとかも、何回やったんだこれって思うようなことも結構たくさんあるので、そこのバランスが、なんていうのかな、いや、もうそっちのけで素晴らしいゲームで間違いないんだけど、やっぱ既視感もかなりあるゲームだなと思うので、なんていうのかな、そのブレス・オブ・ザ・ワイルドと比較して、あらゆる方面で進化して、よりすごいゲームになったことは間違いないんだけど、初めてブレス・オブ・ザ・ワイルドを起動した時の新鮮な感じはちょっとないなっていうのも正直言って、僕の中では ありますね。なんかゼルダってこれまでね、やっぱ必ずその舞台が変わってビジュアルスタイルが変わるっていうのが大きな、まあ逆に言うとアイデンティティの一つなんですよね。たとえムジラの仮面であっても同じビジュアルなんだけど、舞台が一新してるっていうところがあったんで、まあ今回は本当にそのかなり珍しいスタイルで同じ舞台をありとあらゆる方法でエンハンスして、そこでできることもありとあらゆる方法でエンハンスするっていうタイプのもので、だけどその同じ場所っていうところに対してどこまでプレイヤーに新鮮に感じてもらえるかっていうところで、まあ多分できる限りのことはやってると思うけど、僕みたいなタイプのプレイヤーにとってはやっぱりちょっとそこの視覚的な変化とか敵のタイプの変化とか いろんなものに対する物足りなさはやっぱ完全新作の新しい舞台のゼルダと比べた時にはやっぱちょっと感じないわけにはいかないなというところは、まあ泣きにしもあらずっていう感じですかね。うん、うん、まあわかりますね。わかります。
あんまりでも、やっぱありますよね、でもそこはね。うん、いや結構僕もね、3つ目の神殿クリアしたあたりでね、あ、これ飽きんなって思った瞬間があって、結構急いでクリアしました、そっから。あ、本当ですか。なるほどね。うん、いや、さすがにね、まあね、まあまた後で多分戻ってくるだろうけど、今は多分このまんま封印しちゃう可能性があるから、さすがにクリアはしようと思って急いでやりましたね。なるほどね。うん、まあこれはしょうがないと思いますけどね。まあそうですね。ゼルダのせいっていうよりは、なんかオープンワールドあるあるな気がしますね。まあ飽きるっていう感じは俺はそんなにないんですけど、うん、まあ単純に本当にやることがめちゃくちゃあるし、あと結構謎めいた部分もあるので、うん、その本当に割とその任天堂のゲームってその分かりやすいがその一つの前提としてある作品が多いんだけど、うん、このゲームって普通になんかこれ謎を手にしたけど、え、これどういうことなんだろうって普通に答えが分からないことって結構難解なところとか普通にあるので、うん、なんかそれも含めてなんかこう全部真面目に付き合ってやろうとするとマジでこのゲーム普通に 2,3 年かかるなっていう、まあそうですね、そう感じの作品なので、うん、まあでもなんか結構その既視感をうまく腐食した例として、果ての村っていう村があるんですけど、うん、そこはなんかファッションの街に変わってて、うん、でファッションを押すとキャラがあり、一方でその以前のその牧場のそののどかなものを守ろうとするっていうその村長がいて、その2人の戦いを、あの辺のサイドクエストとかは全部結構ね独創的で面白いし、あ、これ本当になんかこの村もう一回訪れる価値あるなって思わせてくれる部分とかもあったりするので、なんかそういう風にその同じマップの再利用がうまくいっている例もあるんで、なんかやっぱりまだまだもっと見てみたいっていう気持ちにはなってますね。うん、まあ、あとはやっぱその どこまで新鮮に感じるかは結構自分のクリエイティビティ次第っていうところもこのゲームがあって、うん、なんか普通に今までのブレバイの延長で遊んでると確かにあんまり変わんないけど、そのウルトラハンドとか自分の能力を持ってる能力をクリエイティブに使ってると新鮮に感じられるっていうところはすごくあるんだけど、結構疲れて遊んでる時に、いやちょっと待って、ここでそのなんかすごい乗り物を作るのもいいけど眠いんだよねみたいな時とかになるほどねやっぱそのプレイヤーに結構その高度なものを求めるゲームデザインでもあるじゃないですか。まあまあまあ、まあ、やろうと思えば、うん、そうなんですよね。で逆にやらなかったらあんまり変わらない経験にもなってしまうので、うん、なんかその元気な眠くない時に遊んだ方がいいゲームだなと思っていて、なんかその、うん、夜なんとなくこう遊ぶタイプのゲームではないなという気がしているということもあって、1日大体遊んでるスパンが 1,2 時間とかになっちゃうんですよね。うん、なるほど。だから本当に終わらないんですよねそうそう、確かに、はい、意外と疲れるっていうか頭使いそうだもんね。そうなんですよね、うん、結構頭使うゲームではあると思うし、それが楽しいところでもあると思うので、で頭使わないなりにプレイできるんだけどもったいない気がするんですよね。うん、なるほどね、うん、そう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 、はい、はい、そんな感じでしょうかね。ありがとうございます。はい、じゃあ最後私に行きます。私がちょっとやってみたタイトルはですね、アンハード、罪の代償というサブタイトルがついていますが、これは中国の罪の代弁、代弁ですかね。あ、罪の代弁か、代弁、代償って読んでた。なんか、はい、罪の代弁って言うと結構普通はないワードだからそうですね、変な言葉なんだけど、はい、でもまあどういうゲームかっていうと、このゲームはですね、ですね、あ、すごくわかりやすいことを言うと、サイバーパンクの中に2077の、ブレインダンスって呼ばれる、シーンがあったじゃないですか。現場の記録が映像と 音が記録されてて、自分で好きなところに巻き戻しして何が起こったかを、うん、判断する。それで、あれの中のオーディオの部分だけをゲームにしたと思ってください。つまり、現場の中の音はすべて収録されてて、あなたがどこ、部屋が複数あって、どこかに行って話を聞くと、うん、誰かと誰かがひそひそ話してるやつをすべて聞けるんです。で、その、現場で起こったいろんな事件、殺人事件とか、爆破事件とか、盗難事件とか、いろんなバリエーションがあるんですけど、その事件を、犯人誰かもちろんわかんないですけど、いろんな人たちの、
会話とか独り言とかそういうのを聞くことで、推理するという推理ゲーム。おお、ありそうでなかったですよこれ。で、いや、これ、まあ、言ってみると、まあ、そんなゲームあったら、それなりに面白そうだなと思うけど、これがね、なかなかよくできてて、その、いわゆる距離感とかそういったものも、いわゆる、今のゲームの技術、いわゆるスペシャルオーディオというかね、空間の雰囲気を結構ちゃんと再現してて、遠くの方で喋ってる音とか、右とか左とかでも、やっぱり違うんですよ。はいはい、あと、重要なことは、これ、中国の、開発のゲームなんですけど、うん、ちゃんと全てローカライズされてます。これローカルされてなかったら意味ないじゃんっていうぐらい、そうね、成り立たないね。あ、日本語の声優さんがやってるってことですか。やってるんですよ。しかも結構うまい。なんかその、悪そうな警官が、おいお前なんとこんとかしたんだろうみたいな、なんかボイスドラマを聞いてる気分になりつつ、結構ね、主体的に、あ、こいつ今ここで言ってるから、この人名前をね、あのね、あのそれぞれのシルエットに当てはめることができる。これは何々さんだと思ったら誰々って言って、その人を付け回して、じゃあこのタイム軸、タイム、あ、なんていうか、時間軸の中で、このいつを追っかけていったら、ここでこの人と喋ってて、この人と喋って、こいつでなんかしてるみたいなのが分かってきて、まあ、意外と難しいんですよ。しかも、オーディオフッテージは全体で、ね、難しいんですけど、5分間ぐらいあるんだけど、この5分間っていうのは、すべての時間の中の5分間であって、すべての人が喋ってるから、例えば10人いたら、かける10で50時間ある、あ、50時間、50分あるってことです。そう考えると、結構ちゃんと聞くのは時間かかるし、まあ、全部聞かなくてもいいんですけど、普通に、推理物としてはかなり本格的にできてる。確かに。これが単なるギミックというよりも、ちゃんと頭使わなきゃいけない。その、こけ脅しではなく、本当の推理をしなきゃいけないっていうとはありますね。で、その推理の答えにたどり着いたらクリアっていう感じの、まあ、そうですね。最初から質問がいくつありまして、この犯人は誰だとか、このものを盗んだものは誰だっていう3つぐらい質問があって、その質問に対して、名前を当てはめればいいと。まあ逆に言うと、それの質問があるから、ブルートフォースアタックというか、その総当たり戦すれば答えれるんだけど、ただバリエーションとしてすでに3ステージ目ぐらいから10人ぐらい人が出てくるので、そう簡単に適当にやっても当たんないですね。シナリオは結構横断してる感じですか？毎回話が全然違う。多分なんか緩やかなつながりはあるんだろうけど、基本的にはシナリオは毎回違います。なんか実験っていうか、形で、あなたはこの新しいメカニズムを使って、その解いてくれと、事件を。で、なんでそんな実験やらされてるのかわかんないっていう監禁状態みたいなのがあって、そこの、主人公がどうしてそれをやってるかっていうのもちょっとミステリーになってるという。なるほど。やるたびに違うっていうのは、終わりがないってことですか、逆に言うと。やるたびに違うって何か言ったっけ。言いましたよ。言ってないですか。言ってないと。シナリオが違うってことじゃないですか。シナリオは違います。シナリオは、毎回、なんていうかな、ステージグリアってことですね。要するに、なんていうかな、そういうこと？いや、そうそう、一本の、大きな話っていうわけじゃなくて、毎回違ったテーマの。エピソード形式で。エピソード形です、うん、で。ちゃんとそのエピソード全部やるとクリアっていう。感じ、そうですね。そうですね。なんか、しかも、同じサウンドのデータで異なる謎を提示してるのかと思っちゃった。あ、さすがにそれはできないと。だよね、無理そうですよ、ね。はい。ただ、これ、拡張性が非常に高いゲームデザインなので、DLC も出てますね。つまり、結構出てしばらくしてたタイトルなんだね。3月ぐらいに出てた。なるほど。ちょうど DLC が出てるので、なんかその全部解いた人はさらに解けばいいし、まあこの方式はこれ単独でもゲームプレイとしても成り立つし、なんか推理ゲームとかに入れても全然面白い。なんだろうね、なんか別になんかありそうな発想だったけど、なんか結構独特な感覚がしますね、遊んでて。まあ個人的にはブレインダンスのパートもっとあってほしかったと思ってて、サイバーパンク、そうそうそう、だからあれが楽しめるんであればもっと楽しいと思ってたので、これはうまい具合にそれを落とし込んでます、ね、で字幕も出ないんですか。字幕も出ずに本当声、字幕はね、今んとこ出てないですね。日本語にした場合は出る設定があるかもしれませんが、ただ本当に声優さんの喋りは皆さんプロフェッショナルなんで分かりやすいです。ただ
名前とかさ、言うときに、あ、今の聞き取れなかったからもう一回っても、もちろん巻き戻し簡単にできるからすればいいんだけど、面白いのはやっぱりその人によって呼び名方が違うじゃないですか。なんとかちゃんとか言ってて、下の名前でしか読まない。お前誰なんだよみたいな。そういうちょっと出したイた。ライラがあって、あれ例えと同ば5じだ。分間の、そうそう。あやっのぱなんりだっ5け。分間、5あの分、人の作品ですね。ペーパープリーズの作者のああ、そう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 、あれも似てる。名前ど忘れしオブた。ラディンゴーのあ、オブラ比デ喩ィンですゴね。ですね。そうっす。あれと一緒ですね。ああ。オブラディンゴーにも近いところもありますけど、いずれにしろ、なんか、ここのタイミングで聞かなかったら、すごい手がかりが得られないってシチュエーションは結構あるので、まあ、それは結構探す感覚はありますね。巻き戻したり、早送りしたりということで。で、結構何回？何回、いや、まあ、結構何回ですね。まあ、2番目ぐらいのやつからすでに、なんかその、そう、これは、ミステリーに慣れてる人と慣れてない人でだいぶ違うと思うんですけど、トリックがやっぱり入ってきて、よくある、入れ替えとか、人間の入れ替えとか、物の入れ替えとか、あと、アリバイトリックみたいなやつ、電話を使ったアリバイトリックみたいなのが結構盛んに発生するので、推理小説が苦手な人は結構むずいと。逆に推理小説得意な人だとちょっと想像がつくなっていうところはあって。あからさまにこれ、なんかその上から見たその家っていうか建物の絵が出てるんだけど、これ密室とかもできるやろとかいうところもあるし、どちらかというと推理小説といわゆる本格派と言われる、フ推理そェのアなものんでをすテーね。マにした。フェフェアアかなんだ。つ、フェアかつ、過剰にトリッキーな。結構鵜呑みにしちゃいけない感じだね。そうそうそう。だから、非常にね、推理らしいです。で、逆に言うと、なんかその、まあ、インディーゲームらしい、なんか雰囲気はちょっと薄くて、っていうのは、これローカライズがね、かなり割り切ってやってて、全員日本人になってます。オリジナルはどうかわかんないけど。なるほどね。あ、じゃあ、普通に中国人の名前を呼ぶわけじゃないんですね。で、逆に、そのね、元のローカライズのやつを翻訳しただけだと、多分名前だけでも俺たち混乱するから、チャンさんとか、ウェイさんとかなってる、そういうこわーと？ってなりそうだし。名前も日本人名になってるってこと日か。本人になってます。なってまなす。るほどね。昔の明治の文豪が外国文学訳してた時とかのあれですよでも、ね。そうなや、んです。や、や、もうそ、もはや意訳の世界に行ってるってことだね。少し役になってますね。まあ、このゲームのなんか本質を考えた場合、まあ、これはある程度仕方がないことな気もしますね。まあ、そこで変に混乱させてもしょうがないというところだね。そうそうそう、しょうがないっていう。田中さんとかになってるところですね。そうですね。だからスクリーンショット見るとこれ誰だっていうけど、逆にネタバレしにくくなってるっていうか わかんないっすよね。もう一致しない。まあ、ただ、ローカライズの質は本当によくできて、例えば、ね、ヤクザっぽい人だったら、なんか、リュウとかジンとかそういう名前にちゃんとなってたり、そこら辺はちゃんと考えられてますので、シチュエーションは、あと本当にミステリーの普遍的なシチュエーションが多いんで、美術館とか、警察署とか、そういう、山荘とか、まあ、わかりやすいミステリーのシチュエーションになってるので、逆に言うと、どこの国の人でも理解できる。まあ、やっぱ発想がうまかったですね。ね、なんか、すごい大ヒットしてるとともに、まあ、インディー系の賞もいっぱい受賞してるので、まあ、すでに話題作なので、確かスイッチにも出てたかな？出てましまあ、たね。今見ましたけど、そうですね。なんか、変わったゲームをやってみたい。まあ、当たり前ですけど、ヘッドホン推奨なんで。本当に聞かなきゃいけない。まあ、ちょっと頭使いますね、その意味では。はい。ということで、アンハード、罪の代弁。罪の代弁っていうのはそういうことです。主人公がこっそり、現場の中に入って、誰が何を起こしたかっていうのを、まあ、指摘できるっていうことだと思います。ちょっと変な感じになってますけど。はい。になります。ということで、今回の、今週遊んだゲームはここら辺で以上としたいと思います。皆さんも何か面白いゲームとかあったら、ぜひともお伝えください。他に何か特にないですよね、今日は。じゃあ皆さん、さようなら。バイバイ。バイバイ。